じゃ今日は第70回全日本総合男子選手権の告知動画になります。はい、9月28日の土曜日から決勝まで行けば30日月曜日、場所は長野県の伊那市であります。すごい。で、初戦6会場であるんで、まあ、どれかしら見に来たら桃次郎に見れるということで。どれかしら見に来た桃次郎じゃないよ。6分の1ルーレットですか。多分結構伊那市は距離あります。僕たちは初戦第3試合1時からみすゞスポーツ公園運動場で宇部株式会社さんと1試合やります。はい、みすゞスポーツ公園です。お願いします皆さん。でそこに勝ったら立命館大学と厚木クラブの勝者とやることになります。激戦になりそうですね。そうですね。総合はもう全部強いチーム、本当の日本一決めるみたいなとこ多分あると思うんで、全部、ね、大学クラブ実業団、はい、全部揃ってるんで、真の日本一を決める大会かなって思います。取りましょうよ。取りましょう。じゃあ最後にいいですか、うん、皆さんに見どころを伝えるために、はい、この大会の桃次郎の注目選手、はい、つまり誰ですか。大ちゃんフィールドエンターエンターレッツゴー終わった見て